2019年より電子コミック配信サービス、コミックシーモア、で連載をスタートし、怖すぎる、展開が気になって読んじゃう、と話題になった人気コミック、灰色の乙女、は、桜井玲香、中田圭介のダブル主演で実写ドラマ化、9月5日、火曜日より MBS-TBS ドラマイズム枠で放送することが決定した。記憶喪失になった男の前に現れた恋人という女は、彼のストーカーだった。広告会社に勤める OL、加賀光太子は、20年間ずっと片思いしているイーアザミに対し、ストーカー行為をしている。ある日、いつものようにあんをつけていた蔦子は、彼が車にひき逃げされる現場に遭遇。あんが記憶喪失になったことを知った蔦子は、長年の自分の思いを叶えようと、自分たちは恋人同士だと嘘をつく。その後も次々と嘘を重ねる蔦子の行動は、ますますエスカレートしていく。桜井玲香が、ストーカーの蔦子を熱演。20年間アザミのことを思い続けてきた蔦子役は、ミュージカル、ドロシー、オズの魔法使い、で単独主演を務めるなど数々のミュージカルに出演するほか、現在は NHK ドラマ、ラフな生活のすすめに出演中で、今作が地上波連続ドラマ初主演となる元乃木坂46、桜井玲香に決定。嘘に嘘を重ねるストーカー役を大胆に演じる。事故により記憶喪失になるが、自分の恋人だと名乗る蔦子に少しずつ惹かれ始めるイーアザミ役は、ゆとりですが何か純米吟醸純情編、2017年、日本テレビ系、や、花の千晴れ、2018年、CBS 系、などの話題作に出演し、メンバックコートエスノンノ、の専属モデルでもある中田圭介に決定した。バル、脚本は、多数の映画祭に入選、入賞し、檜山健太郎の妊娠、の脚本や映画、ミセスノイジ、の監督、脚本を手掛けた天野千尋らが担当、警視庁考察一課、や、リンコさんはしてみたい、おじさまと猫、他数々の作品を担当する演出、椿本圭次郎とタッグを組む。桜井玲香コメント、愛情が持つパワーは計り知れません。でも、一歩間違えるとそれは、愛憎になり、憎しみにもなり得ます。人を愛し、愛されすぎたがゆえに全てが狂い始めたとき、どこに行き着くのかを見届けていただきたいです。いろいろな顔を持つ蔦子を存分に楽しみたいと思います。中田圭介コメント、まずはじめに原作を読んだ素直な感想は蔦子さん怖いなと思いました。笑。ですがこの作品を何度か読んでいくうちに少し変わってはいますが一つの愛の形としてはすごくピュアで愛おしくも見えてきました。記憶喪失がきっかけではありますが、アザミ君はそんな蔦子のまっすぐすぎる気持ちを受けて変化していくんだなと。そこを最後まで大切に感じてアザミ君を演じていきたいです。言った千春先生コメント。ドラマ化していただけること感謝しています。ストーカーに当たる行為は、立場や人、角度を変えてみたときに全く違う解釈をされるのではないか、と思い、その不思議さを感じて作った作品でした。犯罪はいけませんが、蔦子はそのギリギリを行ったり来たりします。その上で読んだ人が、蔦子を応援したい、と思ってくれたら、違う視点がその人の中に入っていく面白さがあるんじゃないかなと思いました。演じてくれる女優さんが蔦子として生きてくれる時間があること、アザミやアンの両親、スミレもドラマ化でどんな風になっていくのか、すごく楽しみです。